こんにちは、チェロ奏者の中原絹江です。ポジションの取り方のコツリニューアル版、今回は第4ポジションをお送りしたいと思います。ベルナーは52ページと55ページに集中してお話ししたいと思います。まず52ページ1段目からいきたいと思います。第4ポジション、重要なポイントが2つあります。ここに親指が当たること、上に1が来ること、これが一致していることがとても大事です。ちょっと例がありますけどもね。そして1段目はこれですね。ミーファーソラシドとかいうわけですね。そして2段目ですね。広いポジションになります。今押さえているところが開くわけです。ミのフラットですね。ミーファーソラシドってなるんですね。平行移動するとき必ず親指の上が開くという意識を持っていただきたいと思います。この形のまま5段目は1,2,3 ってなるわけですね。こうやってやっぱりこの時もここが開くという意識を持ってくださいね。下から6段目ミ、ファのシャープ、ソって押さえてますね。ラ、シ、ドって押さえますね。でこのファのシャープのところに今度2が来て、ソのところに3が来て、ソのシャープを取るわけです。それが下から5段目ですね。ミー、ファのシャープ、ソのシャープ、ちょっときついですね。ラ、シ、ドのシャープでございますね。下から3段目ですね。1段目の最初の位置に指を戻して2のところに1がきます。なので、全部半音上になっていると思っていただいていいと思うんですね。これでミー、ファ、ソ、ラ、シ、ド、53ページのモデラートとアンダンティーノは親指の上に1もしくは親指の上が開くっていうこの鉄則を守って弾くことで比較的スムーズに弾けるようになるかと思いますので、気をつけて頑張ってみてくださいね。では今回の本命55ページの第1ポジションと第4ポジションの連結のエチュードに入っていきたいと思います。ここで最も重要なポイントをまずお話ししたいと思います。例えば2小節目第1ポジションから第4ポジションに移動する指示が出てますね。ラドファ、この時にラドファってこう離して取りに行かないということがとても重要なポイントです。ラドファですね。例えば下から3段目もう終わりの方ですけどミーソーって取る時もミーユ、これずっと押さえてますよ。1は離さない。ミーソーミーミーソー、こうですね。ポジション移動するときにこうやって離して取りに行かないということを、重要なポイントとしてお伝えしておきたいと思います。途中ですね、第1ポジションの重要な復習も出てきますね。ソーシーレーシーソーとか、この時ちゃんと親指もね動いて取りに行くようにしましょうね。ここで出てくる第1ポジションや第4ポジションといった指示は、きちんと守って練習していただきたいと思います。第1ポジションの後第4ポジションって出てくるまでずっと第1ポジションって意味ですよ。第4ポジションから第1ポジションって出てくるまではずっと第4ポジションという意味になりますね。それではこの後55ページのアレグロモデラートを、ちょっとした注意点と一緒にご覧いただきたいと思います。
いかがでしたでしょうか。ポジションの取り方のコツリニューアル版、今回は第4ポジションをお話ししてまいりました。それではまた別の動画でお会いできたらと思います。ありがとうございました。